ビジャレアル CFB は、スペインビライコールレアルに、本拠地を置く、サッカークラブチーム。ビジャレアル CF の下部チームである。2018から19シーズンは、リーガエスパニョーラのセグンダ・ディビシオン B に所属する。A 代表歴やユース代表歴のある、南米国籍選手を多数揃え、B チームながら、国際色豊かな布人を組んでいる。2008から09シーズンは、 序盤からセグンダディビシオン B グループ3を改装し、2位でシーズンを終えると、昇格プレイオフでサモラ CF やレアルハエンを下し、セグンダディビシオン昇格を決めた。2009から10シーズンは開幕から数戦こそ低調な成績だったが、FW マルコルベニや MF ジェフェルソン・モンテーロの活躍などで前半戦を4位で折り返し、シーズン途中で、 フアンカルロスガリード監督がトップチーム監督に転任するという出来事もありながらシーズン終盤まで上位争いに加わった。2011から12シーズンは降格圏内からは脱出したもののトップチームのセグンダディビシオン降格が確定したため同一カテゴリーに所属できない規定によりセグンダディビシオン B 降格が決定した。ありがとうございます。